いつも通り初見さん歓迎、質問歓迎で投げ銭スパチャは大歓迎ということで、来るものは拒まずね、やらせていただきます。パーカッション高見です。どうぞよろしくお願いします。なんかこう指でね、なんかしたいと、まあ打楽器パーカッションこう鳴らしたい、発音したいという時に、指ってここだよなって思ってると、まあこういうしょぼい音しか出ないわけですよ。ちょろちょろちょろみたいなね、感じなんです。で、僕もね、結構長い間、こういう指系のパーカッションが本当に苦手で、どうやってあんなに早く力強く発音してるんだろうってずっと謎だったんですね。で、いろいろこう見たり研究していくうちに、僕なりにこう考えたら一瞬で分かったっていうのがあります。で、これはね、説得力あると思う。僕が全然できなかったけど、こう考えたらできた。まあ、何かっていうと、指をね、こっからここまでだと考えるの。じゃあ人差し指、右手の人差し指をちょんちょんと触っていただいて、ただこう根元の方に行ってみてください。で、この手のひらの中の方まで。で、人差し指のね、こう骨がずーっとこう、まあ、続いてると思うんですよ。まあ、指それぞれ骨が通ってまして、人差し指で言うと、この手のひらの中にもこう、ずーっと骨が通っていると。およそ手首あたりの、ここまでを、まあ、指と考えると。そうすると、こう、ここで考えるから、まあ、体の動きとしてもこう、この部分をしっかり振ろうとしますよね。はい。こうすると、よりはっきりとした音。少なくともさっき、こう、ちょんちょんって、この部分だけでやってた音よりは、この部分で考えた方が、はっきりとした音が発音できます。要は考え方の問題っていうことです。今までこう、フィンガーテクニックこんな感じかなみたいな感じでやってて、あんまりちょろちょろしたしか音が出ない、あんまり音量が出ないっていう方は、まずこの指の意識、指っていうのはここからここまでだと考えてしまいますと。これ意識するだけでマジで変わります。こうであると。この部分を使うんじゃと思うだけで、随分変わると思います。では、このリーチを長くしてるってわけですね。で、さらに言うと、ここしか意識してなかったのを、ここまで伸ばしたら、動きが変わったと、なるようになりましたと。じゃあ、極論、こっからもうここまで、人差し指だと考えちゃったらいいんじゃないっていうのが、もう一個上の段階。なんかめっちゃ指が長いモンスターいるじゃないですか。そういうモンスターだと思って、もうこっからここまでが人差し指だと思いますと。そしたらもうね、バクなりでございますよ。人差し指がこっからここまでだと。まあ、こういう意識で、どういうふうに発音するかっていうのを考えます。つまり指を使ってめちゃくちゃ鳴らしてと。パンチのある音、アタックのスピード感のある音を鳴らしたいとなったら、意識をね、この辺まで、もう根元の方まで拡張する。まあ、肩まで拡張しても、ここまで拡張すると、もう逆に使いづらいと思う。から、まあ、この辺りがいいと思う。指だったら。先端から肘の辺りまでが人差し指だと思って、叩くと。いや、こんなに パワー必要ありませんと もうちょっとサクサクでいいです。サクサクでいいっていう場合は、まあ、このぐらいの長さで考えてあげると。で、実用的な、さっき言ったですね、クローズなんかやるとき、パララってこうやるときは、なかなかこのね、意識がしにくい。このここだけでこう、やってしまいがちなんだけれども、
今日はやらないんですけども、もしクローズもねはっきりと鳴らしたいという場合には、この意識をこの3本指ともこの辺根元まで、根元からここまでが指だと考えていただいてやるという感じでやってみてください。